どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、最も古い時代からキラーとなっている、プレイグ、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。今回紹介するキラー派女子最強として君臨したアディリス。最終的に派自身も疫病として倒れる末路だ。攻撃方法にもその疫病が関係している。それでは背景を一部見ていこう。幼かったアディリス派5歳の時、城塞の神殿の階段に置き去りにされた、新しい生活派ひっそりとした奴隷のような状態だった。そのうち自らの存在理由を掲示してくれるであろう奇跡の出現を求め、神に祈り続けた。成人したアディリス派行為の司祭に随行し年に一度の礼拝に参列した。アディリス派来る日も来る日も身を粉にして働いた。自分の務めを果たす一方で新しい仕事を受け、浄化の儀式では司祭を補助した。しかしその忙しさはましていく。神殿の外では災厄をもたらす疫病が再び猛威を振るっており、数ヶ月もすると、司祭たちも疫病に罹患した。ただし、アディリスだけ派儀式を続けることができた。そして最初の儀式を行う前に司祭の聖所を訪ねる。そこで聖所の地下に隠されていた穴蔵を発見した。そこには、両腕を広げ、指に宝石をはめた黄金の女性像が立っていた。それはアディリスがずっと待ち望んでいた奇跡であった。神社で埋め尽くされた大広間にアディリスが入っていくと、全員が頭を垂れた。突如現れたその高貴な存在に神社派興味を惹かれる。神社派すでにアディリスの若さと美貌に目を見張っていた。アディリスの富、美貌、そして献身の物語派疫病と同じくらい素早く町に広まり、間もなくして信者たち派アディリスをバビロンの女子最長と呼ぶようになった。だが、アディリスの信仰心は試されることになる。感染初期の兆候が現れたのだ。痰と血の混じった咳をするようになり、首には発疹が吹き出して腫瘍ができた。自らの要望を恥じたアディリス派、ブエールのついた頭飾りをかぶり始め、疫病が原因の皮膚から漂う悪臭を隠すために釣り香炉を持ち歩いた。助かる望みを捨てることなく、アディリス派儀式を続け、祝福の水や食べ物を信者たちに与えた。しかし、それは叶わなかった。そしてアディリス派町から姿を消した。少数の信者を伴い北へ向かったのだ。森に入り、一行が野営を行った。ジメジメとした洞窟の中で、アディリス派自らの吐しゃ物の中で横たわっていた。洞窟の中で、アディリスと信者たち派全員が疫病に感染していることを悟る。その後アディリスの骸や信者の骸派どこにも見つからなかった。多くの者がアディリスの帰還の物語を語ったが、バビロンの女子最長に降りかかった運命派、誰も知らない。最終的に派疫病で人生が終わるが、疫病にかからなければ素晴らしい司祭だったかもしれないね。香炉を持っているのも自身の匂いを消すためだが、疫病を扱う割には自身が疫病にかかっている自覚派あったんだと思うと残念ではある。プレイグの基本能力派、移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背が高い。では、特殊能力を見ていこう。特殊能力派、黒死の吐しゃ、を使った中距離攻撃型だ。ボタン長押しで短銃をチャージし、サバイバーめがけて吐きかける、サバイバーを感染させて、苦しめる能力になっている。噴出量派チャージ時間に応じて変わる。最大まで溜めなくとも噴出できる。通常の、黒死の吐しゃ、派感染性のみの効果となっており、サバイバーを疫病に感染させることが可能。命中した環境オブジェクトも短時間ではあるが、汚染させることが可能。使用した生存者へ感染もできる。感染派2段階となっている。第1段階では時折嘔吐する程度となっている。しかし黒死の吐しゃを浴び続けたり、走る、アクションを行うとレベルが蓄積し第2段階へ移行。
第2段階では負傷衰弱となる。たびたび嘔吐するだけでなく、他のサバイバーに移す感染源となる。サバイバーだけでなくオブジェクトに対しても感染する。感染した場合は、検診のよどみを使用して疫病と負傷を除去できる。しかし、検診のよどみ、歯汚染され一旦再利用できなくなる。ただしすべての、検診のよどみ、が汚染されるとリセットされすべての、検診のよどみ、がきれいに戻る。プレイグ歯汚染された、検診のよどみ、から汚れを吸収してきれいにすることができ、それにより、黒死の吐瀉、が一時的に、汚濁の吐瀉、へと変化する。汚濁の吐瀉には疫病の感染力がなくなる代わりにダメージを与える効果が付与される。もちろん、制限時間発く。汚染の状態でサバイバーを苦しめるキラーとなっている。うまく汚染することができればサバイバーの遅延を誘えるキラーなんだよね。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、黒の香、汚れの塗剤、灰色のリンゴの3つ。簡単に言うと、黒の香、は、嘔吐したサバイバーを索敵できる。汚れの塗剤、は、感染スピードのアップによるチェイス短縮。灰色のリンゴ、は、回復場所の制限。とにかくプレイグ派感染させることが重要となるため、感染後の嘔吐後の反応に気をつけるようにしましょう。索敵が早ければ、黒脳功の可能性が高いからです。固有パークについて見ていこう。堕落の介入、伝播するおじけ、闇の進行心の3種類、一つずつ確かめてみよう。堕落の介入、は、修理遅延パークです。このパークは一時期流行ったパークですね。儀式の開始時に一番離れている発電機を3つブロックすることができます。最大2分とかなり長いです。逆を言えば、反対側にサバイバーがいる可能性もあるし、キラーも反対側にいると予想もできます。キラーとしては、最初にたくさんある発電機の中からサバイバーが修理している様子を探らないといけないため、それを減らせるというのは非常に便利です。また、発電機はなるべく3つ固めておいた方が後半戦強くなるので、その準備が序盤にできる意味でもなかなか強いです。ただし、堕落の介入発動中にうまくサバイバーを追い込まないと無駄になるので、頭を使うパークでもありますね。伝播するおじけ、は、ここ寝ない強化パークです。サバイバーを瀕死にした時にのみ発動をしますが、近くに隠れているサバイバーを炙り出すことが可能なパークです。一撃持ちのキラーであればそのまま二人目を倒せる確率も上がるため、早期発見になるのは強いです。心音範囲内のみに影響があるため、心音を上げるパークをつけておくのもありかと思います。闇の進行心、は、ここね移しパークとなります。オブセッションのみ有効ですが、ここね範囲をサバイバーに移すことになるため、サバイバーが動き回っていると味方がキラーの位置を勘違いさせることができるパークですね。あと、自分自身の心音が消えるため、30秒内にうまく後ろを取ることも狙えます。ただし、時間がかなり短めなので、優先度は低めのパークです。とりあえず何かと距離を取ることが大事になるキラーです。まずプレイグの特殊攻撃は遠距離攻撃となっています。壁を挟んで移動したりすることで、吐瀉物を避けることが可能なので、なるべく高さのある壁を挟んで逃げるのが得策です。距離が近いと壁など関係なく少しでもすれば感染するので離れることが大事です。下手にチェイスを仕掛けるのはあまり得策とは言えません。特に板や窓枠などは感染させるには絶好のポジションになります。なるべくまっすぐを避け、吐瀉物を受けないようにしましょう。プレイグ戦ではどうしても感染する場面が出てきます。戦場については、サバイバーにとっても移動がめんどくさい場所をなるべく選ぶようにしましょう。そうすることでキラー側もとてもめんどくさいので、強化を狙わなくなります。例えば、
発電機が修理完了した近くなどを選ぶとキラー側もそこまで回収がめんどくさいです。とにかく感染者数が増えてくると自利品になってくる展開になるので、なるべく感染派避けましょう。積極的に発電機を修理していくのが得策かと思います。いかがでしたでしょうか？プレイグ地震波遠距離キラーなので使い勝手良さそうですが、そもそもハントレスのように瞬間的に射程攻撃をするわけではないので、難しいキラーです。感染の蓄積がうまくいかなければ速攻でマッチングが終わることもあるので、なるべく一人一人潰していきたいキラーですね。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番初買ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。